酸素レベルで英語で言えない。Let's challenge Taro the nurse to use English while taking a patient's oxygen level. 酸素レベルを測っていいですか？ここに指を入れてください。2、3分で終わりますよ。よし、脈拍は測れたぞ。次は酸素レベルか。あれ？酸素って、なんて言うんだろう。あ、オキシゲンでいいんだっけか。あー、ジェシカ !NEXT! オキシゲン !What is オキシゲン？あれ？単語合ってると思うんだけど。オキシゲン！オキシゲンレベル !What? あれ？伝わらないな。オキシゲン。日本語であれば日々当然のように使っている言葉でも、英語となるとなかなかスムーズに出てこないものですよね。今回は3つのレベルに分けて現場ですぐに使える会話例を紹介します。レベル1、初級者向け、単語を英語にしてみた。レベル2、中級者向け、短いフレーズを英語にしてみた。レベル3、上級者向け、フルセンテンス英語にしてみた。現在の英語力に合ったレベルから挑戦していきましょう。